速報でお伝えしたいと思います。あ、今出ました。野村悟被告トップに死刑判決が言い渡されました。中継です。福岡地裁前から中継です。野村被告に極刑が言い渡されました。野村被告に極刑が言い渡されました。4つの市民襲撃事件で殺人などの罪に問われた特定危険指定暴力団、工藤会のトップで総裁の野村悟被告に対して、福岡地裁は先ほど、極刑を科すと言い渡しました。その時の野村被告の様子ですが、はい、椅子に座ってじっとしている、淡々としているそんな様子でした。特に言葉を発することもなく、淡々と裁判長の話を聞いているという状況でした。現在法廷では、田上被告に対しての、量刑理由が、述べられています。裁判長は、野村被告に、極刑を科すと、言い渡しました。それでは水谷記者に話を聞きます。はい、極刑を科す、つまり求刑通りの死刑が言い渡されたということですね。はい、まだ確定して、死刑とは言ってないんですけれども、はい、極刑や無期懲役の可能性はあるということです。極刑という言い方をしたということですね。はい、判決を受けたのは特定危険指定暴力団工藤会の総裁野村悟被告ということで、今回、野村被告の関与をいわゆる裁判所は検察の主張をほぼ認め、全面的にこう認める形になっているということですね。はい、裁判の中で、裁判長は野村被告の4つの事件に関する関与は、あるというふうにしていて、その事件の中では、実行犯が独断で、犯行を及ぶことは考えにくいとしています。そして、工藤会という組織、工藤会という組織は暴力団の絶対的な指揮命令系統を利用して実行されたと、被告人らの指示を認めています。はい、現在、裁判所では、ナンバー2で会長の田上文雄被告に対する、その理由の申し渡しが行われているということですね。はい、こちらからまず特定危険指定暴力団工藤会のトップ、野村悟被告に、極刑が言い渡されました。そして、死刑が言い渡されたという情報は今廷内から伝えられました。野村悟被告に求刑通り死刑が言い渡されたということです。これでやはり今後のその暴力団捜査に対するいろんな風、後押し、変わってくる、いわゆる福岡県警が取り組んだ頂上作戦がまず福岡地裁一審ではありますが、まあ、認められたという形になりますね。はい、そうですね。裁判長は、野村被告に対して目標達成のためであれば手段を選ばない、極めて残虐な組織であるというふうに指摘しています。はい、そして今第2報が入りました。ナンバー2で会長の田上文雄被告も求刑通りの無期懲役が言い渡されました。田上文雄被告には無期懲役です。2つの事件で無期懲役ということの、理由が述べられたということです。お伝えしておりますように、特定危険指定暴力団工藤会のトップらに対し、総裁の野村悟被告に対して求刑通りの死刑が、そしてナンバー2会長の田上文雄被告に対しても求刑通り無期懲役が言い渡されました。